はい、どうも、こんにちは。今回ね、また殺人探偵ジャック・ザ・リッパー続きからやっていこうかなと思います。前回は、とりあえずローリーと先生の、まあ、話がちょっと進んで、で、アーサーがいよいよこの教団に潜入しようとね、夜向かったんだけど、ちょっとやっぱ思ったより、まさかの夜勤で まさかの夜でも営業してたから、ちょ、一旦引こうかというとこなんだけど、ちょっと怪しいニュースするよね、こっから先。あら？突然ザフカは何かに気づいたように歌をやめる。そしてゆっくりと周囲を見回した。こんな夜分にまで礼拝をするとは、よほど深い信仰をお持ちの方ですね。出てきていただけますか？お前すごいな、お前。気配を感じ取る種族か。バレてるぞ。どうする？怪しさ抜群だが、話してみろよ。何か情報が得られるかもしれねえ。マジで マジで言ってんの、ジャック。わかった。何かされそうになったら、何？その時はずらかって警察に駆け込もう。話が早いぜ。駆け込めるか？大陰丈夫気か？だ。行き当たりばったりだな。ここに来て施錠とかしてんじゃないの？臨機応変といえ。アーサーはベンチの陰から立ち上がり、ごまかすような笑みを浮かべた後、小さく肩をすくめた。こんばんは。まさか気づかれるとは思いませんでしたよ。声の響きがいつもと少し違ったので、誰かいるのではと思ったやのです。べえ、プロフェッショナルじゃん え、こいつプロフェッショナルなんだけど、やばくない？これ、響きが。そんなにプロじゃん。ええ、私は毎晩ここで歌の練習をしているのですよ。すごいな、努力家じゃん。ザフカは恥ずかしそうに微笑むと、アーサーを歓迎するかのように頭を軽く下げた。アーサー・ヒューイットさん、改めてこんばんは。こんばんは。我らが神の家へようこそ。我らが神の家はちょっと許さんけどな ちょっと気に食わんけど。いや、その、聞かないんですか？こんな時間にこんな場所で何をしていたのかって。まあ他の信者がね、みんな奥の部屋に行ってるわけだから、別にそんな不思議なことじゃないでしょ。ここは神の家、父の家です。神の息子であるあなた方はいつだって教会へいらしていいんですよ。大丈夫？これめちゃくちゃブラックじゃない ザフカさん大丈夫？ちゃんと寝れてる？ザフカが口にするのは教会では一般的な言い回しだ。しかし、自信を持ってそう言えるのは自分に後ろ暗いことがねえ場合だよな。確かに。あの野郎、何考えてやがる。いや、もう普通にいいことしてるって思ってんじゃないの？チャットの言葉に今度ばかりは共感しながら、アーサーは緊張に乾いた口を開く。僕はちょっと調べていることがあって、今日ここに来たんです。ストレートだな、大丈夫か？まあ、どのようなことでしょう。ごまかすよ、ちゃんと。演技なのか素なのか、ザフカは鳩のように小首をかしげる。僕は探偵で、今はめっちゃミ言うシェルじという女ゃん。性の周辺についての調査をしています。バカかお前。ミシェル？ミシェルは今宵この教会を訪れてはいませんが。それは分かっています。僕が知りたいのは、この教会で一体何が行われているかです。めっちゃ行くじゃんお前 何がとは どういう意味でしょうもっか。とオブラートに包んで言えよ、なんか。いや、なんか、何してるのかなってちょっと思いまして、みたいな感じでちょっとさ、いや、あれ、聞いた方が良くないですか？スケジュールみたいなの教えてくださいよ、みたいそれな。はあなたが一番ご存知なのではないでしょうやか。ばいね。終わるじゃん。もうこれ、ショーが終わる前の やりとりじゃん。ザフカは聖母のような微笑みを浮かべながら、黙ってアーサーを見つめた。教えてもらえませんか。救いですよ。はい？夢見るように瞳を細めながらザフカが答える。天使と見まごうばかりの心を、なんだこれ、無用な微笑みだ。救い？まあだから本当いいことしてると思ってんのかな。我々サルーフ福音教団が信徒の方々へ与えているのは救い、救済です。癒しの奇跡とも言い換えれましょうか。救い、癒しの奇跡だ、と、ザフカは真面目な顔でうなずきながらそう返した。それは信仰によるものですか。
そうですか。そうです。はい。死は誰にでも等しく訪れるものですが、信徒の皆さんはいずれやってくる死の恐怖に怯えていらっしゃいます。あ、まあそういう人が来てるんだけれど、強い信仰があれば、うん、そういった恐怖や苦痛を和らげ、人々を癒す救いの奇跡の恩恵に預かれるのです。まあ薬に頼ってるってことですよね。自分の行動が正当であると心から信じている調子でザフカは言い切った。あれじゃん、ザフカがさ、あいつに洗脳されてんじゃないの。洗脳っていうか、ちょっと利用されてんじゃないの、あのなんとか議員なんとか議員に利用されてんじゃないの。奇跡ね、うん、麻薬のことじゃねえのか。あー、なんか利用されてる説出てきたな。人にはぽいな。傷つき、くじけ、お神にしかすがれない時があります。まあまあありそうだね。私にできる限りのことで、はい、人々の救いになりたいといつもいつも考えているのです。なるほど。できる限りのことですか。ほう、麻薬の供与も含めってことか。ダメだこりゃ、こいつ自分の信仰だか正義だかに酔ってやがる、うん、話の通じる状態じゃねえ。多分洗脳されてんじゃないの。やっぱり迷いない口調で語るザフカの姿を見るにつけ、アーサーはどことなく落ち着かない気持ちになっていた。全く思考回路の違う相手と話している感覚を覚えたのだ。こいつはもう放っておけ、うん、そろそろ潮時だ。ジャックがいるからよかったなお前ジャックが頭回るやつでよかったな。改めてザフカの真意はともあれ、これ以上話していても成果が得られそうにないことはアーサーにも同意できる考えだった。なるほどね、うん、救いということであれば僕には必要ないようです。言ったね。あら、残念です。本当に夜半に忍び込んでまで探っていらしたのに。それは、人は迷い、失敗から学んで成長するものですが、うん、教えて差し上げましょう。特別ですよ。なんかあれだね、全然牙向けないよねこっちに。私の話を誰にしても無駄なことです。怖い怖い、その怖いな、うまいな、怖がらせるの。なんですって。この世に救いを求める方々は数多く、うん、そして救いを与える者たちもまた、私たちの活動の正当性を認めている方々がいるのです。まあだから要するにバックに強いやつがいるってことでしょう。なんとか議員なんとか議員がバックにいるからねじ伏せられるんじゃないの。飲み消すことができるって。そう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 、随分な自信をお持ちのようだね。自信ではありません、事実です。子犬がいくら吠えようと神は動じません。ただそれだけのことですよ。言えよ、議員が裏にいるって。なんだと。つおい、熱くなるなよ。そうだそうだ、あの不良警官が言ってただろう、こいつら何かしらの後ろ盾があるぜ。ほんとジャックがいてよかったなそこまで教えてくれたんだ、うん、相当でかい山だろうな。確かに、あまり長いもよくねえ、うん、奴らがこっちを舐めてるうちにずらがろうぜ。確かに分かったよ。賢いなジャックは、頭が回るんだわ。アーサーは営業向けの笑顔を浮かべると小さく頭を下げた。忠告ありがとうございます、うん、大変参考になりました。では僕はこの辺で。あー、逃げられるとでもって言われるんじゃないの。おやすみなさい。あれ、どうかいい夢をご覧になってくださいね。ザフカ様。一方的に話を切り上げて背を向けたアーサーはザフカの優しげな声に送られて礼拝同時した。優しい。そこ捕まえてボコボコでしょ普通なら。あれは何、不良警官。あ、礼拝堂から抜け出したアーサーは報復の男たちが馬車の荷台へと複数の棺桶を運び込んでいる場面を目撃した。ありゃさっき繋がれてた連中の誰かだな。そうだね、やはり何人か死んだみてえだ。死んだやつをどうするかってことだよな。報復の男たちは棺桶を積み終え一旦馬車から離れる。どうやら見張りはつけていないようだった。誰も見張りをつけないなんて、うん、教会から棺桶が出るのは不思議でもないけど。いや、まあめちゃくちゃ不思議なんだけど、まあ多分そのヨーロッパの風潮とか、まあこの
多分時代設定が昔だから、あとそういうことなのかな。今教会から棺桶出るのあんまり俺は、まあ、あんま詳しくないけど。さっきも言ってたが自信があるんだろ、うん、奴らの後ろ盾ってのは権力者かもしれねえぜ。よく逃がしてくれたな。てかやはりそうか、うん、だけどどうしてこうね、死者を運び下すのはこれ普通に墓場に持っていくのかな、それとも、うん、まあともあれ、うん、今なら調べられるんじゃねえか。そうかそうか、分かってる、行こうか。開けちゃうの？開けちゃったね。素早く馬車の荷台に近づき、棺桶の蓋を持ち上げる。痩せ衰えた男の死に顔が薄明かりに浮かび上がった。夜分に失礼しますってが、うん、おやおや、ずいぶんと深く眠ってやがる。めちゃくちゃ趣味悪い人に見られるな、お前、旗から見たら。ジャックはアーサーに指示を出しながら、手慣れた様子で素早く棺の中の遺体を見分し始める。手かせ足かせと擦れた手足の傷、うん、その他には目立つ傷跡はねえな、うん、外傷によって殺されたわけじゃない。暴行等で殺害されたわけではないってことか。ならやっぱり麻薬による中毒死か。なるほど。さっきの見た限りその線が強そうだが、うん、厳密には専門の検査をしないとわからねえな、うん、今の段階だとただの病死って白を切られるぞ。どうしよう。犯罪の証拠としては当てが外れたかもしれないな。だけどこの人たち、なんか見抜けた。アーサーは遺体の顔に目を移し、小さく顔をしかめた。喉をかきむしろうと暴れたのか、手首には多数の擦り傷、そして苦悶の表情。それはいいヒントじゃない？ひどい表情だ。うん。あまりにも。その遺体は死に至る苦しみの痕跡を残したまま、息絶えているように見えた。無駄な肉もねえし、頬も焦げてやがる。うん、最後は随分と苦しんで死んだようだな。理由はわからないけど、生活に困っていたのかもしれないな。まあ、さっき言ってたしね、なんか苦しんでるものがあって。やべえ、おい戻るぞ。やばいやばいやばい。音、いや音よ。アーサーは素早く身を翻すと、馬車から離れ建物の陰に身を潜めた。戻ってきた男たちはアーサーの存在には気づいていないようだ。彼らはそのまま馬車へ乗り込んでいく。御車席に座った男の鞭を合図に、馬はゆっくりと矢切に包まれた死骸へ走り出した。荷馬車には棺桶と死体が満載か。うん、あの馬車の行き先を調べねえとな。それ大事だよな。追いかけるのか。うん、いくら波足でも馬が相手じゃ走るしかない、うん、それじゃあ目立って尾行がバレる。いやいや、馬に追いつけないだろお前。馬の通れねえ近道があんだよ。うん、俺路地を走るのは得意だろ。探偵だからね。分かった。近道知ってんの？ジャックの指示のもとアーサーは走り出し、そのまま細く薄暗い路地へと走り込んだ。やがて馬車はとある街角で停車した。よく追えたな。てかよく追えたよな、別の道から行ってんのに。ずいぶん立派な病院じゃねえか。あーなるほど、病院のあれか、かさ増ししてるんだ。かさ増しでしょこれ。病院の馬車から降りた男の一人が病院の裏口に入ると、院内から数人の医師たちが出てきて何かしら話をしている。遺体を病院に運ぶ、うん、どういうことだ。かさ増しっすよ多分この病院での、なんか実績じゃないけど、まあ死体、あそれかあれか、普通にだから臓器提供じゃないけど、そういう線もあるよな。今さら手遅れだろうが。うん、ああそうか、なるほどね。臓器提供じゃない、だからそうね、臓器提供っていうか、それがめちゃくちゃ可能な病院っていう風に売れば人は来るもんね。だって苦しんでる、お金を持ってる苦しんでる人が来るもんね。何かに思い立ったのか、ジャックが愉快そうに口の端を吊り上げる。理由に当てでもあるのか。頭を使え、アーサー。多分それだよ、俺の予想。おいおい、相棒。見てわからねえのかよ。うん。ありゃ、死体売買だぜ。うん。ってことは、奴ら、ボディースナッチャーか。はいはい。ボディースナッチャー？それって。聞いたことねえか？
医学の発展のためには人体を知ることが重要だったんで、解剖のための死体が大量に必要とされてるって話だ。なるほどね。善意による検体はもちろんあるが、死刑囚の死体や警察が回収した不老者の死体まで、へー、医療用や研究用に回してるんだぜ。まあまあそうだよ、だって回すしていいよねそれでもなお足りねえってんで、不足する分はボディースナッチャーから手に入れてんだ。ああ、じゃあ臓器が提供っていうよりはもう本当に医学の進歩なんだ。確かに医療、医学の発展は目覚ましいって話は聞く。うん。だが遺体をどこから？バカ、見たじゃん。そりゃ埋葬したばかりの新鮮な死体をこっそり掘り出したりな。ああ、スナッチャーなしね。それを病院が買い取ってくれるってわけだ。へえ。病院からしたら死体が手に入れば羊は問わねえ。大っぴらにはしないが、どこもやってるって話だぜ。そうなんだ。まあ、そうなんだっておかしいけど。墓を掘り返して遺体を持ち去るなんて泥棒だろ。まあそれが強奪者でしょう。もちろん墓荒らしは犯罪さ、うん、だが購入する側の医療施設が罪に問われることはねえ。はあ。対応する法律がねえんだ。厄介だな。中でも悪質なボディスナッチャーの中には、うん、死体を作っては売っ払ってるって噂だぜ。まあだからそれがあれでしょ、教会のさっきの死体でしょ。死体を作ってってことは殺してるんだろ、うん、まさかジャック・ザ・リッパーは入れ替わってるよ。アホ抜かぜ、うん、金のために人を殺すなんざ誰がやるがよ。前に言ったろ、俺が殺したのは目的があったから。そう、多分悪いやつしか殺してない。その目的が何かは語るつもりがないのだろう。ジャックは笑みを浮かべながら病院の裏口を眺める。そこでは今まさに馬車から棺桶が運び出され、病院の裏口へと消えていくところだってあった。まさに教団関係者と思わしき人物は病院側から出てきた白衣の男とやり取りし、紙幣の束を受け取っている。白衣いないけどなあの絵には。教会から出た、うん、身寄りのねえ死体を売り払ってる、うん、そんなところがあれも一種のボディスナッチャーだろうぜ。回ってるね。でもなんか悪いことなの分かってるけどさ、なんか社会が回ってるよな。まあ病人も年寄りも怠け者も死ねば体が金になるんだ、うん、ボディスナッチャーはそうそうなくならねえや。はいはいはい。だけどまさかあの教団がそこまで。まあでもだってさ、整理したら結局困った人が教団に迷い込んで薬漬けにされて死んで、それを渡してるわけだから、なまあ悪いんだけど、ほんと社会が回ってるなとしか思わないよな。勘弁してくれよ、うん、お前まだあのお綺麗な野郎のお綺麗な言葉を信じてたってのか。うん、野郎の頭の中もおめでたいが、お前も相当だな。だからそこで手に入れた お金を教団の資金源にしてるんだ。それはしかし、うん、なんだかザフカは自分なりの芯を、善意を持っているような気がして。いや、アースの着眼点も多分俺は合ってると思う。だから本当に騙されてんだと思うよ。善意だ、うん、仮に野郎が善意で動いてたとしても、教団の連中全員がそうとは限らねえ。確かに現に死体は取引されてんだぜ。だから本当ザフカが騙されているって構造だと思うな。麻薬の不正使用の疑いに死体の売買、うん、まともな宗教団体じゃねえってこった。はい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 。サルフ福音教団が麻薬を利用していることも、目の前で死体が取引されていることは事実である。しかしどんな手段を取ったとしても苦しむ人を救うと言い切ったザフカの姿に対して、アーサーは何かしらの信念や心情を感じていた。いかなる手段を用いても苦しむ人を救う、ザフカの言動と教団関係者が行う死体の売買、その2つに乖離が感じられ、アーサーは迷っていた。教団の真意は悪意であろうが、ザフカの真意はどうなのか。アーサーは考え込むが判断がつかない。しばらくしてから頭を振った。使い回したなとりあえず、うん、今日は探偵事務所に戻ろう。一晩頭を冷やしてから情報整理だ。まあまあ戻ってもいいと思う。そうだな、うん、それがいい。今夜はたっぷり働いたからな、温かいナイトティーを入れようぜ。乾杯。あ、また帰ってきた。
ザフカ様。朝になった。大丈夫かお前ら。ブラックすぎんだけど、ザフカ様、大丈夫か。あら、こんばんは。あら、顔が変わったね。夜の礼拝堂で歌の練習を続けていたザフカの前にみすぼらしい身なりの男が現れた。あなたは確か。何？こんな夜遅くに急にすみません。うん。体が痛くて耐えられねえんです。おお。けど、金が尽きちまって汽車もできねえもんで。知らねえよそんなもん。まあ、そうだったのですね。うん、さぞおつらかったことでしょう。はいはい、これザフカ見れるんじゃないの。ザフカのいいところが見れるんじゃないの。ピュアなとこが。ザフカは目を細めて神道のとこに寄り添い、しくれだった手を優しく握りしめる。その慈母のような微笑みを見た男は周囲伺いながらもすがるようにして口を開いた。ザフカ様、お願いします。うん、俺を哀れと思ってくださるならどうか奇跡よ。バカ、お前金がねえんだよ。お前すがんじゃねえよバカがよ。お気の毒に。うん、痛みがひどいとおっしゃっていましたね。うん、優しい。ザフカ懐から宗教的なシンボルが書かれた紙を取り出し、マッチに着火して紙を炙っていく。優しい。炙られた紙からは白煙が立ち上り、信徒の男の鼻や口を包むようにけぶらせた。てかザフカは耐性あんの？なんでザフカ耐性あんの？さあ、深呼吸をしてください。うん。すぐに痛みがなくなり、気分が良くなりますからね。はいはいはい。ありがとうございます。ザフカ様、うん、歌は歌わないので。歌いますとも。うん。さあ、息を吸ってください。はいはい。すいません、すいません、金もねえのに奇跡を授けていただいて。優しい。本当は止められていますが、うん、今回の件はくれぐれも内密に。後ほど教団にて記者を下されば問題ありません。これバレるんじゃないの。ありがとうございます。うん、体が痛くて仕事もできねえのですが、ザフカ様、あなたは本当に天使のようなお方だ。煙を吸い込んだ男は次第に意識を朦朧とさせ、焦点の合わない目線をザフカに向けながら賛美を感謝を繰り返す。楽にしてください。うん、あなたは十分に苦しんだのです。はい。幸福を感じ、閲楽を感じることは当然のことですよ。まあプラスがあればマイナスもあると、マイナスがあればプラスもあると。ああ、ザフカ様、お前死ぬぞお前。さあ歌を聴かせて差し上げましょう。うん、癒しの奇跡を与える歌を。これさ、なんでザフカは耐性あんの？あそこは作り込んでないのかな。怪しすぎない？そこおかしくない？だってザフカに耐性あんの、煙吸ってるはずなのに。ありがとうございやす。うん、ありがとうございやす。こうあれだな、多分ザフカがこの仕事辞めて歌手として道を歩むとこまで見えたわ。ハリー先輩はどうしてそうなんですか。はい、いつもいつも勝手に行動して。ちょっともう一パターンぐらい BGM 用意してくれない？こういう状況の時のさ。一個しかねえもん。激高したシャーロットは机を力強く叩きながらハリーをきっと睨みつけた。私があれだけ怪しい人と慣れ合って情報を引き出さないでくださいと、うん、強く強くお願いしていたのに。なあやかましい。うん、あのな、シャーロット、一応言っておくが、お前俺に文句言える立場じゃねえぞ。うん、ハリーはシャーロットの動きも意に介さず椅子に座ってふんぞり返る。そんなことありません。私の捜査には不正なんて一切。その代わり成果もねえよな。わあ、痛いね。バカ、正直に聞き込みまくったおかげで警戒されて、うん、どいつもこいつも口をつぐんじまったんだろう。ああ。それはそうですが、ですが私は裏金も使いませんし、警察の内部情報を漏らしてもいません。
それ漏らすのは良くないな。なのにハリー先輩は市民に暴力まで振るって、うん、今回は私が止めれたからいいものの、いつもあんなことをしてるんですか、うん、ハリーはシャーロットの目を盗んでは街で行き合った風体の良くない男や不老者相手に情報提供を呼びかけていた。落としと拳を使ってやからじゃん。シャーロットはそれを見かけるたびにやめるように言い続けていたのだが、ハリーは聞く耳を持たなかった。シャーロットは市民相手に威力を持って情報を引き出そうとするハリーのやり方に不服を唱えていた。ちょいと小突いただけだろ、男同士の会話ってのはああいうもんなんだよ。あれだからね、これあれだから、プロレスごっこだからプロレスごっこだからね。そんなわけがありますか、うん、もう。シャーロットは不満げに声を上げるが、ハリーはにやりと満足げな笑みを浮かべた。ちょ、切り悪いんだよな。時間的にはちょうどいいんだけど、なんかここで切って次回ここから始めたらなんかすげえ切り悪いんだよ多分このパートはあんまり長くないから。だがおかげでいろいろと分かったさ。うん。教団からアドラメリクへの金回りがいいのは、信徒から金を巻き上げているかららしい。すごいなお前。記者だ、常在だ、なんだと、もっともらしい理由をつけてたが、教団が何らかの商いをしているのは間違いない。あ、ここでほら、あれじゃない、なんか、アーサーのさっきのさ、死体の、やつとかが繋がんじゃないの。そうですね。うん。とはいえ、不正な方法で手に入れた情報ですよ。うん。それを元に捜査なんて。やっぱそうだな、この、ショーは多分、アーサーと警察が協力するんだわ。怒ってんのはお前だけだ、シャーロット。え？エドガー警部には今回もお目こぼししてもらってる。あとは死刑が総力を挙げて裏取りだ。当たり前だよ。そんな、エドガー警部が不正をしろなんて言うはずがありません。頭を使え。言うわけねえだろう。いいか、うん、警部にできないことをやるのが俺たちの役目だ。ああ。ダメなら止める、問題なければおめこぼしだ。なるほどね。今回はやめろと一理あるわ。意味はわかるな。言ってることはわかります、ですが納得できません。めんどくせえな、真面目ってめんどくせえ。納得いかないと自らの意見を主張するシャーロットに対して、ハリーはやれやれと肩をすくめた。お前は考え方が硬すぎるんだよ。まっすぐ突っ走るだけじゃどうにもならないこともあるんだ。真面目ってダリエ。多少やり方に問題あっても操作できる。うん。いい子になって進めたことで操作できない。うん。一体どっちが市民のためだ。まあそうだよ、警察はだって警察が解決したって表面しか市民は見ないわけだから。俺らだってそうじゃん、警察が手柄あげたって言ってもさ、その警察が手柄をあげたって情報しか市民には回ってこないんだよ、はっきり言って。だから裏でまあ効率がいい方法をやっててもバレないから。バレたらやばいけどねなんと言い返すこともできず、シャーロットはうねった。それでも、それでも私は正々堂々ちゃんと捜査をしますからね。成果出せよお前、おら、おい。探偵を使うと言い出したかと思えば正々堂々か。負け犬はいつもよく吠えるぞ。まあこれが勝負だからな。負け犬って私のことですか？お前の他に誰がいるんだ？まあ成果を上げられてないのによく吠えるやつだからな。ちょっとハリー先輩、その言い方はひどくありませんか？ハッハッハ、俺調査報告書だ、警部まで配達してこい。寄り道するなよ。ちょっといい感じに終われないよお前ら。子供扱いもしないでくださいよ。何いい感じに終わってんの。できたらおやつをやるよ。うん、俺マフィンだ、欲しいだろ。くっ、私は絶対に認めませんからね。いい感じで終わるなよ。シャーロットは口よくに唇を噛むと、差し出された調査報告書をひったくり、エドガーの執務室へと向かっていった。ああ、いい加減丸くなれよな。まあ先輩として大変だよな、部下の教育も仕事のうち。彼としてはいつまでも頭の固いシャーロットに苦笑いを浮かべるしかなかった。てなわけで場面が切り替わったんで、ここら辺でどこだよ、さっきのでかい病院か。とりあえずじゃあ今回はね、これぐらいで終わろうかなと思うわ。じゃあ、あざした。